癒されよ。疲れた現代社会に。今まで変な珍獣ばっかり育ててたから、キャバクラ気分で。ドン。ジーニアちゃん。コンセプトは癒し枠。そして需要競争も含んでいる。おまけに褐色。元気しか出ないね。ありがとう。初期パラこんな感じ。好き遊ぶこと。かわいい。そしてね、エンジェル以降のピクシー種には、なぜかサンダーが標準でくっついてきます。お得ですね。この子を育てて癒されよ。今日は癒し動画よ。ただの育成じゃない。美女を眺める動画。行ってきます。早速技、レイを覚えていく。まあ基本的な技ですね。別に強くはないけど、まあこれを揃えていく、今回は。そして初期技のサンダーとさっき覚えたレイ。これをこの E 公式で使い込んでいく。基本的にはレイをメインにね、使い込んでいきます。ギガレイまで覚えるつもりなんで、早めにレイを使い込んでいきます。まあ、サンダーも使い込むんだけど、まあ、サンダーね、もう使い込んだ瞬間終わるんで、レイはね、ギガレイまで行かないといけないから、優先的に、使い込んでいきます。まあ、回避型なんで、前回と違って、そこまでロードもしてないし、割と楽ではあるといえど、ただレイの性能があまり高くないんで、こういうことになる。一発もらっちゃうのよ、なぜか。こうなるともう勝ちは諦めるしかない。もう威力がないからね。まあ、こっちの賢さが大したことないっていうのもあるけど。なんでこんな当たんの？よく殴れるな。キャバ嬢。捕まるぞ、お前。店の裏で暴行にされるぞ、ほんと。店長から。結構ね、こう。こうやって当てていくの。意外といけんじゃねと。いけんじゃねと思うが、時間残り5秒。さあ、どうなる？悪質な客に対して鉄を下すことができるのか。下せませんでした。これ泣き寝入りですね。こういう店も多いと聞きます。気をつけましょう。お次、ロンタ。まあ、大したことないね。まあ、こいつ、命中も大したことないし、こいつは、舐めるが、命中も低くて、消費ガッツもまあまああるから、お得かもしれないけど、まあ、唾吐きがあるから同じ距離に、正直尻尾アタックを釣ってる方がいい。で、今回は、力もライフも、まあ、ピクシー種にしては割とあるんで、尻尾アタックでもこれぐらいしか効かない。だから尻尾アタックを打たせていった方がいい。ピュッ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 。打たせていこう。舐めると、そんなに命中変わんないんだね、今見てると。なおさら尻尾の方がいいね。だガッツダウンがちょっと鬱陶しいけど、まあ、こっち結構早いからガッツ回復。あまり大きなダメージにはならない。この辺も、早いガッツ回復にとっては、強みだよね。でも久々に早いの育ったな。なんかずっと、重め。まあ、重めでもないけど、ガッツ回復15ぐらいのやつ育てたから、オメガレックスから。新鮮だよ。なかなか新鮮。危なげなく突破。やっぱり今回このジーニア育てて思ったのは、いい公式は遠距離持ってるとだいぶ楽だね。一方的に打てるし、まあ使い込めるし。で、まあ近づいてうまく相手のガッツを消費させることができれば、かなり優位に戦える。遠距離持ってるか持ってないかが大きく勝率にかかってきたね。まあ、普段あんま気にしないけど、今回久々にピクシー種育ててみて、ふつふつと湧き上がってきた。この遠距離の強さが。一方的に打てるからね、使い込みやすいんだよ。まあ、確かに相手のガッツ上がっちゃうけど、まあ、当てりゃそれなりにガッツ減らしてくれるし、思ってるほど相手のガッツはたまらない。で、こっちのガッツ回復早いから、次の弾が早く打てるし、まあ、こうやって尻尾打ちを食らっちゃダメなんだけど、まあ、こうやって食らったとて、食らった時には相手もそれなりにダメージを受けている状態に持ち込める。でも序盤の早いガッツ、回復タイププラス遠距離攻撃、この組み合わせはかなり優秀。まあ、あくまで序盤だけだけど、なぜ今回ジーニアを選んだのか、まあ、理由はね、いくつかあるんだけど、どれも深くて深くて涙なしでは語れないわけ。まあ、一つは単純に俺が見たことなかったから。俺も育てたことなかったし、今の人わかんないけど、あんま見てないから。昔俺が動画見てた時は、多分いなかったのよ。ジーニアを育ててる人。
で、その当時、育成記事みたいな、育成ブログみたいなのも、ちょこちょこ、まあ、流行ってるほどではないけど、書いてる人割といて、そういうの見てたの。多分いなかったと思う。いたらごめんね。で、また、その最近の動画俺あんま見てないからわかんないけど、最近育ててる人はわかんない。その当時はいなかったし、俺も育てたことないから、育てたっていうのが一つ。まあ、あとまあ、サンダー初期で持ってるのとこの適性の高さね。適性いいでしょ？こんなに良いって知らなかったよ。もうサブバジャールがもう印象ないから、どういうことになるのか分かってなかったんだけど、これ強いよね。まあ、この辺の、まあ、育てたことない一つ。で、単純にモンスターとして能力が高いが一つ。もう一つがもう一番大事なやつ。ビジュアルよ。まあ、正直ここが一番迷ったのよ。まず一番最初に何から、選定基準を何から持ってきたかっていうと、まあ、ビジュアルなんだけど、迷うじゃん。めっちゃ迷ったのよ。まあ、真っ先に切ったのはフューチャーだね。もう一番ありえない。何あれ？ニッチすぎない？エッジが効きすぎてる。キャラクターの方向性が。まあ、好きな方、フューチャーファン、フューチャーマニアがいたら申し訳ないんだけど、あら、ダメだよ。俺の理解は追いつかなかったね。まだあそこまで到達しなかった。だいぶ時代が早い。個人的に好きだったのは、ミント、ヴィーナス、ナハト。らへんは見た目が好きだったの。あとジルとか。ラベンダーキールはね、エロすぎてバンされるんじゃないかと思って。ラベンダーキールは申し訳ない。YouTube 的に、もう、棄却された。ラベンダーキールはまあ棄却された会議で。でもナハトは、もう、ウカであるからね。まあ、今回のコンセプトには申し訳ないけど、沿わなかった。オーディション失敗。ヴィーナス、ミントも強いんだけど、まあ、サンダー覚えてないから。ヴィーナスね、ヴィーナスはなんか力で育った感じだよね。サブゴーレムだから。プリズムシャドウもね、考えたんだけど、あ、前作はね、プリズムシャドウってなんか変なクリスタルの中に入ってんの。それがかなり特徴的なんだけど、今作そのクリスタルが排除されたから、ただの黒いお姉ちゃんになっちゃった。この辺で、うーん、うーんって迷ってたの。ミント。ミントもね、可愛いんだけどね。早熟で、短命だから、俺には難しい。ま、いろいろ迷ってたんだけど、ふと頭をよぎったの。褐色。褐色という言葉が俺の頭をかすめた。その瞬間、選択は決まっていた。時代は褐色よ。時代は褐色なのか？わかんないけど、褐色時代は俺結構好きだったから、で、ふとジーニアが目に入ったらね、これなかなかいいんだよ。ちゃんと着てるしね、下着てるから、バンされないでしょ。コンプライアンスにものっとり、見た目も可愛い。そして、モンスターとしての強さもある。言うことないよね。彼女は光よ。今後照らしてくれる。この界隈を。まあ、彼女の活躍がこの動画で終わるんだけど、そういう理由があって、彼女が選定された。ちょうどいいところで優勝決定戦のオクレイマンを倒した。優勝決定戦になっちゃった。まあ、おかげで使い込めたからね。よかったよ。これで E 公式戦は無事優勝。そのまま D 公式戦。もう基本的には一緒。レイとサンダーを使い込む。回避をちょっとだけ上げた。これでより活躍しやすくなった。レイがね、これね、打つたびに前に行くのよ。だから連打が難しくて、ちょっとうざいのよね。サンダーはね、その場で打ってくれるの。当たればね。当たればその場で打ってくれるんだけど、レイは当たろうが外れようが、打つときに前に行くから、連打ができない。ちょっとうざいね。これは非常にうざい。使い込み技としては、よろしくない。いちいち下がらなくちゃなんないんだよね、こうやって。まあ、今うまいこと言ってるけども、相手に近づかれたら、スムーズにいかないから。画面端追いやられて、後ろ下がれなくなって、一回前行って吹き飛ばさないといけないから、思ってる以上に時間はかかる、意外と。時間はかかるし、使い込み難易度は結構あるかもしれない。まあ、消費ガッツ少ないし、ガッツ回復早いから、その辺はだいぶ緩和されてる要素ではあるんだけど、技性能自体でやられてる。えらくサンダー打ってんな。レイ終わったのか？サンダーがね、どこで終わったか覚えてないの。レイはね、意識して数えてたんだけど、サンダーは知らない間に終わってた。
使い込みが。お次、ウィンストン。こいつはね、あまり使い込ませてくれない。体力は低いから。だからまあ、この辺までにたくさん使い込むことを想定してるなら、もう攻撃ステータスを上げない方がいいね。この辺までは。C ぐらいになるとね、結構耐えてくれるモンスターも出てくるから、多少は上げておいた方がね、今後の育成にもいいんだろうけど、この辺まであまり上げない方がいい。使い込むのであればね。ぎゅっと詰めて使い込むのであれば、上げない方がいい。しかし耐久結構あるな。やっぱ力が高いからかな。いや、下がってるはずなんだけどな。変動床で。サンダーに切り替えたよね。サンダーは優秀だよ。こうやって、連打で打てるから。思ってる以上に速い。で、消費ガッツも少ない。技のモーションも少ない。ボンバコボンバコは打てる。まあ、威力低いけど、優秀だね。3の距離に、この高命中、低燃費。この技を置けるのは、結構優秀。連打だから逃げ切りにも使えるしね、結構。危ない危ない。氷ぶつけられた。このクソ犬に。なんとか。なんとかね。D 公式までは、この出場モンスターが少ないから、一つの負け星が結構痛かったりする。C 以降はね、たくさん出てくれるから、まあ一体負けたとって、だいたい勝てるんだけど、そのまま優勝できるんだけど。D までは少ないからね、出場モンスターが。一匹の負けが結構大きい。この辺もロードの要因の一つになる。今回のテーマは、サルゲッチュ20周年。まあ、数ヶ月前にこのモンスターワーム2も発売20周年を迎えて、ツイッターの公式アカウントが公開されたんだけど、このサルゲッチュもね、20周年を迎えて、ツイッターの公式アカウントが誕生したの。今流行ってんの？ツイッターで何かを匂わせることが。匂わしてファンを手のひらで転がすことがどうやら流行っているとは見受けられる。サルゲッチュね、やってたよ。1、2、3まではやったんだよ、リアルタイムで。そっからは何もやってない。てか負けてんじゃん、これ。3秒、残り3秒でやられてんだけど。この豚野郎が。まあいいや、サルゲッチュの話をしよう。ちょうど猿みたいなやつ出てきたからな。サルゲッチュの話をしよう。あれ、サルゲッチュって、当時、社会現象とまでは言わないけど、あれかなり話題になったよね。あのアナログスティックをグリグリ回すっていう動きが CM でも出てたんだよ。出てたっけ？ CM で出てたかわかんないけど、なんかサルゲッチュの代名詞みたいな動きになってて。そうそうそう。だからGTO の鬼塚英吉もね、やってたんだよ。アニメで。その当時、放映されたアニメで、そう、アナログスティックをぐるぐる回す動きがね、アニメに出てたの。まあ、サルゲッチュやってんだろうなっていうのをこう視聴者に分からすような動きが。あ、結構ね、人気だったんだよ。ほんで、あれ結構すごいんだよ、あのゲーム。確かね、確か、デュアルショック専用初だよね、あのゲームが。あのゲームが、世界初のデュアルショック専用ゲームなの。デュアルショックコントローラーじゃないとできないの。いろいろと頑張った作品なんだよ、あれ。で、猿を捕まえるという。面白いゲームだったね。ワン、ツー、スリーはやった。ワンがね、なんか一番雰囲気違うの。ちょっとダークなの。まあ、ダークって、そんな別に重いわけじゃないけど、雰囲気は別に明るくはない。あの雰囲気好きだったね。ワンが一番好きだったわ。ツー、スリーはね、かなりこう、ギャグテイストになった。なんか色調も明るいし、デザインもこう丸くなって、まあ、技術の向上もあるんだけど、サルゲッチュ2からプレステ2になったから。1はやっぱね、いろんな意味で角張ってたね。面白かった。2、3はもう完全に年齢層下げてたから、別にゲームとしては面白いよ。やり込み要素もあるし、タイムアタックとかもあるからね。いや、1面白かったな。1やりてえな、また。残ってるかな？探しゃ出てくる。しかしまたあれも、ツイッターやったってことはなんか新作出んのか、なんか新しい動きがあるのかね。今ってサルゲッチュって、その動いてんの？コンテンツとして。全然知らないんだよ、3以降。動いてんのかな？まあ、動いてないのかな？まあ、動いてないか。
まあ動いてないんでしょう、おそらく。でもあの辺のゲームがもう20周年を迎えるようになったんだね。後期じゃん、かなり後期じゃん、初代プレステの99年。だからもうほんとあと 1,2 年で PS2 のゲームが20周年迎えるようになるんだね。恐ろしいな。未だに PS3 も最近買ったからね。最近ってか5年ぐらい前だけど、かなり最近買ったよ。全然追いつけてない、時代に間に合ってない、まだ。いや、なんか2の面白いゲームがいっぱいあったから、2の面白いゲームをそれなりにやってから3に行こうと思ってたらこのタイミングになったので、3の面白いゲームをやってから4に行こうと思ってたんだけど、3を買ったらもう3がブルーレイ再生プレイヤーと化してしまったの。そういう背景があるの。いや、もう早いな、もう時期に。だから PS3 も20周年だね。 PS3 ってあれ何年、2005年ぐらい、6年ぐらい、もう全然わかんねえや。3の時はね、もうね、買ってもらう年齢じゃないからな、買えなかったんだよな。2はね、親に買ってもらったんだよ、その当時。懐かしいな、思い出に浸ってる間に買っちゃった。 D 公式もね、うまくいきました。これもそんなロードしないし。ほんでレイが使い込み終わったんで、メガレイを習得しに行きました。クリティカルが高いけど、だから何って技。そして C 公式戦、さっき覚えたメガレイを使い込んでいく。パラメータはね、ちょっと回避上がったくらいかな。で、冒険に向けて賢さもちょっとずつ上げてるけど、間に合ってない。メガレイがね、長いんだよ、これ。モーションが。で、また、レイと同じように、ちょっと前に出るから、撃つときに。これ、連打もむずい。で、もう、命中が低いから、こうやって一発当てられると、結構まずいの。当たる見込みないからね。当たるんだよな、不思議なもんで。当たってくれたの。今回ね、かなり当たってくれたよ。なんか、全体通して。うんこ落としてくんの、相手。頭に飼ってる鳩が、うんこ落としてくんの。これもね、当たっちゃうの。もう負けだよね、これ。何回うんこ出すんだよ。非常に、この、ピクシー種のレイシリーズはもう使いにくい。クリティカルがあるといえど、威力が低いからね、元の威力が低いから、このモーション時間の長さ、まあ、当たるんだな、これ。負けちゃったけど。正直使い勝手は良くない。けどかっこいいの。なんで覚えたかっていうと、かっこいいから。かっこいいでしょ。宙浮いていろんな光線出すんだよ。かっこよくない？このサスベインちゃんは相変わらず強力だよね。大きく回避を上げていればそうでもないんだけど、これぐらい中途半端な回避だと、ただただまずい。相手の命中が高くて、こうやって当たっちゃうの。威力も高い。前回のギガパインドみたいに、もうゴリゴリにライフを上げるか、ゴリゴリに回避を上げとかないと、正直きつい。もうここは運だね。運。もうテクニックじゃない。ただの運。こっちの技が当たって、相手の技が外れることを祈るだけ。で、今回はその運で、こうやってリードを取っていってる。威力低い。30だよ。使い込んで覚えた技の威力30だよ。ちょっと悲しくなるね。相手が元から覚えてる技でこんだけ持ってかれんのよ。まあ、ただただ使い込むだけよ。当たってくれるね。まあ、50% 出てんのか。50% 出たら当たってほしいよね。2分の1だから。当たるね。45% でも当たっちゃった。これは完全に運で勝ったね。テクニックでも地の力でもない。ただただ運で勝った。かわいそう。レックね。まあ、こいつは大したことねえよ。基本的に、E のウクレイマンもそうだけど、マッハパンチよ。マッハパンチを打たして、避ける。もうただそれだけ。1の距離は張り手があるし、まあ、要は近い距離はパワースタンプもあるから、結構まずい。安全圏は3のマッハパンチだけ。もうこれは皆さんおなじみだね。今回は、ピクシー種について話そうと思う。今作のピクシー種はね、前作に比べてかなり強化されたと思う。前作は結構不遇だったからね。何が良くなったかっていうと、技の威力だね。まあ、技の数も増えたけど、技の威力が上がった。前回はね、前回というか前作は、
マックスで B なのよ。まあ、B あるならいいじゃんと思うけどね、ほんと弱いの技が。威力が出ないの。今作は、まあ、高い技あるじゃん、威力。多くはないけど。まあ、バン、ビッグバンなんかは、非常に優秀だしね。まあ、決して、この対戦のトップメーターに上がることはないけど、別に弱いわけでもないと思う。命中効率のいい技もあるし、まあ、ガッツ回復早いっていうのがまずいい。ほんで、ガッツダウン技も優秀。結構、やりようによってはかなり戦えるモンスターに仕上がってる。じゃあ前作のピクシーは価値がなかったのかっていうと、全くそんなことはなくて、まずガッツ回復の速さね。ガッツ回復がめちゃめちゃ速い種族だったから、全体の中で。これが一番のメリット。前作はもうガッツ回復がもう強さの指標になってたの。なぜなら、ガッツ補正が一律だったから。今作はガッツ回復が早いと、補正は弱いし、遅いと補正が高いっていう風に、一応その、一概に早いやつが強いわけじゃなくなってるんだけど、前作はもう一律でガッツ補正が一緒だったから、単純にガッツが早いやつが強かったと。で、ピクシッシュはもう早いの代表だから、そこは非常に強かった。で、あと一つ、このキスって技があるんだね。キス。今作は、ガッツダウン技の、一つとなってるけど、前作はね、超必殺技であって、めちゃめちゃ強いのよ。まあ、威力はもう弱いんだけど、ガッツダウンの値が非常に高くて、で、ほんでもって消費ガッツが20っていう、かなり恐ろしい技。そういう面では強かったのと、まあ、ただこれはね、まだ別にその強さの本当の部分じゃない。強さの本当の部分は、派生種に回った時なのよ。さっき言ったみたいに、ガッツ回復が早いのが強いから、こいつが派生種になったモンスターってのは、ガッツ回復が早いんだよね、全部。だから、モンスター甲子園とか、まあ、本当にガチで強いのを育ってる人にとっては、サブピクシーはかなり基本的。基本的な選択肢だったの。で、特に前作はまたこの差別化が結構大きく図られてて、ゴーレムが強かったのね。技が。技の威力がすごい高かったの、ゴーレムは。基本技から全てダメージが高いから、やっぱこのゲームのシステム上ね、一発当てることができたら、ものすごいアドバンテージだから、メイン、ゴーレム、サブ、ピクシー、ヘビーダイヤな。かなり有名だったね。結構使ってる人いた。紅姫層が多かったんだけど、もうガッツ回復最速ってこと で、プラント種自体技が結構、えぐい技覚えたから、ドレインっていう。でもその裏にはね、ヘビーダイアナが常に控えてた。ヘビーダイアナの姉貴がいたんで、姉貴の影がチラチラ見えてた。それぐらい強かった。まあ、要は、サブピクシーのモンスターが強いということよ。彼女が彼女の形をして現れた時はそんなに強くないけど、形を失い、誰かの血となって、その力を支えた時に、彼女の魅力が発揮されるという、悲しい話よ。アイデンティティは彼女の形としては存在しなかったわけ。誰かの器の中にいることでしかアイデンティティを表現できなかった彼女を誰が癒すのか。そういう話。そういう話か？非常に深い話になってしまった。哲学。まさかこのゲームで哲学を語る日が来るとは思わなかった。こんな特に深くもないゲームね。悲しいよ。俺は邪念だけでこの子を選んだのに。人生をかけてこの子に謝罪しないといけないのかもしれない。ごめん。渾身の謝罪が済んだところで、ニコレ撃破。逃げ切ったという形だね。実にピクシーらしい戦い方。表上。表上。酔っ払いのジジイ。関西の商店街によく出没するようなやつ。あれ本当にいるからね。ああいうの。ロケだけじゃないよ。出てくんの。あれマジでいるからね。あれ絡んでくるやつ。とんでもねえよ。ほんとあれ番組だから笑いになってるけど、マジで絡まれたら怖いからね。気をつけないみんな。関西の商店街には近づくな。言ったからな俺は。絡まれても知らんぞ。本当にいるから。口から火を吹くやつはいないけど、マジでめんどくさいのいっぱいいるから。気をつけよ。下町、関西、商店街、この3つが並んだとき、奴らの生存確率は大幅に上がる。上がってる。
なぜかあそこでは生き生きと知らすから。恐ろしいよ。気をつけな、みんな。食らっちゃダメ。逃げ切らないと、こいつは。一発食らったらもう勝てないの。言ったでしょ。これ相手に逃げ切られた形だね。さっきとは逆。命中が低いから当たっちゃダメなのよ。バカ。そして優勝決定戦。もう一度。アゲイン。アゲインおじさん。フューチャリング酔っ払い。だからダメ。この戦いのポイントは距離3に置くことだね。距離4はもう絶対ダメ。命中高いから。3。3か1かな。3に置こうとしてる。で、4はダメなんだけど、4にメガレイがあるから、3で維持したいわけ。下がって打つ。で、ここは、メガレイの、この一歩前に出るのが結構プラスになってる。これで4から一時的に脱却できるから。ダメだったから。これもダメ。食らっちゃダメなのよ。まあ、奇跡的に一発当たってるから、まだマージンは取れてる。ほんと分かってねえな、こいつ戦い方を。そう、3でいいんで。3でガッツを剥がすんだよ。相手はガッツ回復が遅いから、3で剥がしていけばいい。ただね、重い技がないからね、すぐに40超えちゃうわけ。意外と難しいかもしれない、こいつ。まあ、ガッツちょっと余っちゃったけど、しょうがないね。ここで負けたらまたロードしないといけないから。まあいいでしょう。9大点としましょう。こういう形で C もなんとか優勝。まだピークはね、入ってないから。で、バンを覚えに行きました。早めにね、これも使い込んでビッグバンを覚える予定なんで、早めに習得ということで。そして B 公式、どんどん行くよ。ピークまでにどれだけ使い込めるか。回避をメインに上げていく。で、賢さと命中も付随して上げていく。とりあえず、この3つ上げとかないと勝てないから。メガレイもね、多分、そろそろ使い込みが終わるはず。逆られた!いかん。逆られたぞ。ガチ恋勢がぶち切れる。ジーニアガチ恋勢が今アップロードを始めたぞ。パクパク。まあ、犬だから許してよ。人じゃないから。避けるね、こいつ。結構命中上げたつもりなのに。意外と避けてくるな。フットワークの軽い犬。やっぱ逆るだけの言葉あるな。逆れるやつっていうのはフットワークが軽いやつなんだよ。モテるやつなんだな。モテるやつは、やっぱフットワークが軽い。うまくやってる。距離感の使い方がうまいんだよ。下手なやつはやっぱりモテない。そういうことを示してくれている。くしゃみはダメだよ。人に向かってくしゃみしちゃモテないよ。これ絶対勝てないな。さっきから第一戦ほとんど負けてない俺。第一戦で負ける運命にあるのかもしれない。一戦目は遊ぶからなという言葉は、ここで生まれた可能性がある。負けました。こいつマジ強いんだよ、このクソ犬。ほんと強い、こいつ嫌い。ブリザードがね、強いの。命中が高いの。で、うまく初期位置にあるわけ。避けたら体当たりよ。ブリザードの位置を避けたら体当たりが飛んでくる。恐ろしい。恐ろしい、夫人。包囲網が敷かれてる。高命中の包囲網が敷かれてる。うまく吠えを使わせていきたいところ。まあ、距離1、2の雷撃、超雷撃もいいんだけど、その裏に噛みつきが控えてるからね。噛みつきは命中が高いから、意外と鬱陶しい。安全圏が意外とない。距離2ぐらいかな。でもメガレイを打たなきゃいけないから、下がらないといけない。うまく間を縫っていかないと。まあ、運よく当たってくれてるね。この辺も運だね。完全に。噛みつきはダメなんだって、だから。噛みつきはダメなの。ダメなんだって、だから。分かってねえな、ほんと戦いを。何人やってんだ、このゲームを。運だぞ、これ全部運で勝ってる。危ない。相手にガッツを67も貯めさせちゃダメ。勝ててよかった。リッキー、こいつも怖いね。距離3は高命中のワンツー。そして1は聖剣、超聖剣があるから、結局2で、相手のガッツを剥がすしかない。で、うまいこと、またこれも運よく当たってくれたわけ。ほんと運だよ。だから超聖剣ダメだって。何にも分かってねえな、こいつ。ダメだ。これではダメだ。勝てない。これでは勝てない。運に見放された時に負ける。そう、それでいいの。
できればレフトナックルを使ってほしい。消費が都がでかいから。バンに変えたということはメガレイが終わったのかもしれん。パチッ。バンの方が命中低いのかな、どっちなんだよ。45、30。バンの方が圧倒的に低いな、命中が。ってことはより相手のガッツの吐かせ具合を確立しないと負けるということよ。そうそう、2の強。あ、まあまあ、ドラゴンパンチの時は打たせていった方がいい。当たんないから。で、ワンツーは絶対ダメ。もう一発当たったらまくられるから。運がいいね。ほんとよく当たんだよ。運だけで勝ってる。今のとこすべて運。王子に勝ちを収めたところで、褐色キャラについて喋っていこう。褐色キャラっていうのは、どうやら、一つ確立されているみたいだね。キャラクターとして。いつ頃確立されたものなのかは知らないけど、確立されてるみたい。今回のジーニアちゃんも、褐色キャラだね。まあ、褐色キャラが、まあ、俺結構好きなのよ。なんで好きかっていうと、別にその見た目がどうこうっていうよりかは、結局こういうフィクションとかの作中で描かれる褐色キャラ、それは先天的なものでも、後天的に日焼けしたものでも、どっちにしても、健康的なキャラに、こういうキャラクター、褐色キャラという、アイデンティティを与えられていることが多いわけ。まあ、特にその後天的なものはそうだよね。外出て遊んで日焼けしてみたいな。運動してますみたいな。そういうイメージ付けで付けられることが多いから、健康的なキャラにつくわけよ。大体は。大体はね。まあ、健康的なキャラが好きだから、結果的に褐色キャラが好きになってるってだけだったんだけど、じゃあ誰がいるのかと、世の作品、まあ少なくとも俺が知ってる作品の中で褐色キャラ誰がいるんだろうと思った時にあんまいなかったの。好きとか言っておきながらあんまりいないというこのにわか全開、もうオタクが聞いたらもう裏で暴言される、 SNS で悪口を言われ叩かれ住所特定され、もう嫌がらせされる、そういう事態に陥ってしまう。全然知らないの。だってパッと思い出して出てきたのがテイルズのテイルズオブエターニアのメルディとチャットでしょ。ほんでドラクエ4のマーニャとミネアぐらいしかほんと出てこない、まあ、ゲームしか出てこないんだね。アニメを俺あんま見ないから、特に最近のさっぱりわかんないから、ゲーム、有名なゲームだとこの辺しか出てこないし、アニメはあれ、アリアの、アテナさん？まあ、アニメというか、俺あれ漫画で読んでたんだけど、アリアのアテナさんか、絶望先生の、マリア？なんだっけあれ。なんとかマリア太郎って名前だったよね。あの辺しか出てこねえ。あ、アニメだとあれがいるか。ナディアがいたな。この辺しか出てこないんだよ。ちょっと世代がバレそうになって怖いんだけど。まあ別にバレてもいいけど。俺の世代だとこの辺じゃない。ゲーム他。最近のゲームだと、バイオハザード5か。5のシェバ。まあこの辺全部健康的じゃない。病弱なやつっていたっけ？病弱なやつはいないか。いないな。いないいない。やっぱ健康的なんだよ。で、あとなんだ、あとエロゲになると、村正ぐらいしか出てこねえ。俺の知ってるエロゲだとそれしか出てこない。まあ、村正人間じゃねえからな。まあ、でも褐色だよね。あれ褐色だよね。あとエロゲ何だっけ？あの子。まあ、エロゲでいいのか。デザイアに出てきた。あの子、シェリルなんだっけ？シェリルだよ、ね。シェリルシャトレードみたいなやつ。シェリルシャトレード、デザイアっていうゲームが昔あったね。菅野先生が書いてる。デザイア、背徳の螺旋っていう。サターンにも移植されてるから、もう知らないのかな？まあ、でもこの動画見てる人っておっさんでしょ？大体。30ぐらいじゃないの？その辺なら、好きな人は知ってんじゃないの、ゲームが。どうなんだろう、まあ、みんなが知ってるわけじゃないだろうけど。まあ、結構有名なのかな、有名じゃねえか。有名なゲームっていうのはドラクエみたいなのを指すからな。
別に有名じゃないな。そのゲームに出てくるキャラ、シェリル・シャトレートだっけ、名前が合ってるかわからん。でおまけに俺どんなキャラクターかもあんまり覚えてない。中心的なキャラではなかった、それは確か。それぐらいしか出てこねえ。まあいるんだろうな、もっと。いないわけないからな。でもそれなりにいろんな作品やってきたつもりだけど、こんだけしかいないんだな。印象に残ってないだけかもしれない。実はそんなに好きじゃないかもしれない、俺は褐色キャラが。またしても自己分析がはかどってしまった。まあロベニールも褐色キャラみたいなもんやな、こいつも今思えば。あ、終わってた。なんかロベニールの話をした瞬間終わったぞ。ありがとう。これで B 公式も無事クリア。順調だね。で、メガレイが使い終わったからギガレイを習得。これでレイシリーズは終わり。クリティカルが高い技。それだけ。で、そのまま S 公式戦。これ4段階入ってんのかな？入ってるかな？多分入ってるよな。入ってないかもしれない。まあ、回避と命中賢さ。いつも通り。それを上げていく。そして使い込むのはバン。まあ、ほぼほぼ当たんないと思われる。で一応俺はこういう使い込み技の時は他の技は基本的に消費ガッツの低い技にしてる。他の技はね、もし間違って打った時もそんなにダメージが少ないように。消費ガッツの少ない技にするなら1の距離をタッチじゃなくてキックにしろって話なんだけど、まあ、その辺は何も考えてないんでしょう。基本的に何も考えてないから、この人あんまりこの頭がよろしくないので、そういう形にしてる。とりあえずは。これでね、上位技のなんか30、40ガッツ使うやつだと、もう、それで使い込み1回分終わっちゃうからね。できるだけ他は少ないやつにした方がいい。でも、当たってんだね。喋ってる間に一発当たってたんだ、バン。やるじゃん。あ、また当たった。当たるね。22% 当てたね。イケメンちゃんを撃破。まあ、いつも言ってるけど、この辺になるともう回避もぐんぐん上がってきてるんだけど、692か、全然だな。700後半欲しかったけどな。本来ならね、700後半ぐらいまで上げて、まあ、激狩りだから、999に近い数字になってて、まあ、ほぼほぼ避けるっていう3段なんだけど、結構苦戦してるね。690しかないってことは。これ当たるぞ、プロメテウスの技が。ヨーヨーで26は、アームシリーズは危険だね。ダメだ、そこはダメだ。アームシリーズはやめろ。あと1もね、基本技あるからな。これ難しいとこなのよ。2のヨーヨーしかないわけ。ここにうまく。押さえてるね、うまく。やるじゃん。精密な LR ボタンさばきが見受けられる。一発バーンも当たってるし。このまま逃げ切れば勝てるでしょう。強敵プロメテウス。ここを超えることができれば、今後の展開は、ほら、また一発当てた。いいんじゃない？は？人殺し！人殺しや、こいつ。最後の最後に。撃ちやがったぞ、こいつ。民間人発砲しやがった。許せん。司法で撃ったよ、こいつは。悲しい出来事だったんで、神様に会いに行きます。ダフィちゃん。こいつはね、楽よ。命中低いから。って思ってるんだけどね、こいつなんか、性格悪いね。ほら、この、ナックルと壁シリーズで固めてくんの。技を。命中効率の高い。いやらしくない？ハリケーンとかスミカッタしろって思うんだけど。まあ、相手回避低いから、バンは、まあ、何回か打ってりゃ当たる。かたくなにケツの、ナックルと、前の壁をこの変えていかないの。おお、もうナックルとかしてくる。これやばいんだよ。これ焦ってる。これ焦ってるよ。ハリケーン。それでいい。ハリケーンにしてくれ。非常に焦るから。プレス系もあるんだからよ。そういうのを置いとけって話よ。もうナックルをやめろ。かたくなに壁とナックルを置いてくる。ハリケーンだ。ハリケーンを使い。プレスを使い。ハリケーンを使う。バンが溜まる。えらく密着して打ったのよ。マントの中入ってたぞ。あったかかったのかな。まあ、難なくだね、こいつは。
タナトス、こいつが強敵、こいつとプロメテウスが強敵、命中と賢さが高い、まあ、命中と攻撃ステータスが高いから、この2つさえ倒せれば正直あとはいける。だからできればこの2つが序盤に来てほしいんだよね、この労働前提とした戦いの時は。その方がいろいろと頭で計算しやすいから、こいつら後半に来るとね、もう精神衛生によろしくない。うまくエナジーを避けてくれれば、まあスラッシュとカッターに持っていけば勝機はある。パンチはね結構怖い、パンチナックルは怖いけど、まあ、スラッシュカッターに耐えるしかないね。エナジーはもう要注意、絶対に離れちゃいけない、当たるから、本当に当たるから。うまいね、今回なかなかうまくない、この位置取りがうまくないか、危なげなく確率的に有利なところに置いていく。ナックルはダメ、危ない危ない、ナックル当たるからね、注意しないと。タナトスを倒したところで今回の話、このゲームの可能性について、まあ、この書き方をするとまるでこのゲームがまだ可能性を秘めてるような書き方になってるかもしれないけど、そういう意味じゃない。このゲームに可能性はない、もうないよ、輝きなんかないよ、このゲームに輝きがあるんじゃなくて、ただ好きなおじさんがしゃぶりついてるだけ、ここにもうとっくに味はないの、麻薬みたいなもんよ。そういう話じゃなくて、いや、どう見せたらいいかなっていう、ただただ俺の個人的な悩み。要は、このゲームは、まあ、育成面とバトル面の、もう二つがあるわけよ。で、育成面なんか、知れてるよね、正直。長々と見せるもんでもないし、コンセプトも、まあ、あるっちゃあるんだけど、まあ、合ってないようなもんよ。それはだからシステム的な話ね。システム的にもういろんなものが確立されてきてるから、まあそれに沿って育てるだけ。じゃ、バトルもバトルで、もう対戦ツールとしては機能してないじゃん。もう遠の昔に。じゃ、これで対戦しましょうとは。まあそれはもちろん好きな人はやるだろうけど、まあ俺できないからね。友達いないし。さあどうしようって話よ。何かないとね。肝。この動画の肝となるものを作らないと、面白くないんじゃないかっていう話。そういう可能性。で、一つあるのが、まあ、よくあるのが、あれね。このゲームに関わらずよくあるのが、縛りプレイ。これ縛りたくないのよ。もう俺のわがまま。きついぜ、このゲーム縛ったら。ハゲるぜ。一発でハゲるよ。まあ、ただただ俺のぼやきを聞いてもらいたかったってだけ。特に内容も解決する気もない。どうすりゃいいんだろうな、このゲームって。このゲームって面白いのかな、見てて。いや、俺やってたから、まあ、もし他の人のなんか育成動画とか上がってたりしたら楽しめると思うのよ、単純にね。やってない人がこれを見て面白いのかって話よ。だからそこがまあポケモンとは違うわな。ポケモンはもう地盤が違うから、やってるやってないっていう、その認識を度外視した地盤を持ち合わせてるから、楽しいの。楽しいかな。まあ、楽しいのよ。これは多分わかんない人が見てもわかんないから、わかるように喋るか、わからなくても面白いところを作るか、どっちかだよね。難しいね、ほんと。この動画って。難しいよ。もうなんか目が肥えてるもんね。その視聴者側も。どんどん肥えてきてる。確実に昔と違ってきてるからね。求められるものは大きくなってるよね。もう誰見たって、編集がすごいでしょ、今。昔なんかだってフラッシュの時代よ。動画なんかなかったもん。動画ってだけで、パソコンで動画見られるって結構衝撃だったからね、俺当時。あ、テレビじゃなくて、動画見られるんだ、みたいな。
もう変わったが、テレビ見てるやつが減ってっからな、今。恐ろしい時代になってきたよ、ほんと。動画っていうものの身近感が半端じゃなくなってきたね。あ、終わっちゃった。また終わっちゃったよ。何の動画なんだろうな、これ一体。あ、無事 S、優勝です。ありがとう。で、ライトニングを覚えに行きました。サンダーの使い込みがいつの間にか終わってたみたいです。はい、こっから本格的に育成。まだピーク入ってない、この時。力をメインに上げつつ、ピーク前なんで賢さと命中も上げていってる。ここで上げておかないときついからね。これはね、ピーク入り出した。まずは、力と、ライフをメインで上げる。で、丈夫さもちょっとずつ上げ出す。そんな感じかな。これもピーク。やっぱり力を上げ出す。ぐっと。で、まあ、ピーク時に上げるのもったいないけど、賢さをそろそろ上げとかないとまずいんで、賢さを大きく上げ出す。で、もう一年ピークあったんで、それ終えてからウィナーズハイ。どうなったのか。こうなりました。結構伸びた。結構伸びたけど、実は結構寿命がきついことに気づき始めてる。いつもはね、かなり余裕を持って、そのピーク後の、メイン育成後の大会を始め出すんだけど、まあ、今回は、一年ね、見送っちゃったの。すごい中途半端な時期だったから。その結果結構きつい。まあ、いけないことはないだろうけど、この技を覚えたいなっていうのがまだ結構あるから、そこら辺を鑑みると覚えられるかどうかを非常に、厳しい状況になってるから、まあ、途中でかなり冒険は増やして、シルバー杯含め最後のレジェンドカップまでは寿命が間に合うようにはしているつもりだけど、まあいかんせん行き当たりばったりだから、どうなるかは分かってない。もしやばそうだったらもう修行を減らそうという、そういうスタンスですね。で、まあ、頑張って戦ってるけど、もうステータスは圧倒的なんで、まあ特に言うことはない。ということで、前作のヴィーナスを見ていこう。エロいでしょ、初代ヴィーナス。前作のね、ピクシー種のね、イラストはね、なかなかセクシーなんだよ。可愛い系というよりか、もうセクシー系。完全に、スチールよ、グラビアのスチールよ、もう。背中で語る女。これも褐色だね、よく見ると。ヴィーナスも褐色なんだね。強そう。可愛いね。初代はね、ほんといいよ。いろいろ。ケツを押さえてんだな。ケツを見せないのは、コンプライアンスか？なんだこいつ、ブリガンディ。ブリガンディはどうでもいい。左の画面は見なくていい。右下の写真を見てくれ。この傾き具合もいいね。顔の。ちょっと下傾いてる。でも羽はそれなりに広げてる。そう、羽さ、ジーニアの羽結構綺麗じゃない？なかなか綺麗な羽してるよね。あ、ひたすら蹴ってます。ひたすら蹴ってます、今。羽の話をしてたけど、ひたすら蹴ってます。羽が綺麗な、羽もね、結構ね、種族によって違うから、種族、派生種によって違うから、尻尾も違うしね。なかなか味があるよ。このヴィーナスはお気に入り。初代のヴィーナスはかなりお気に入り。これはぜひね、待ち受けにしてください、皆さん。携帯の待ち受けに。なんでデスカッター食らってんのよ。2の距離ダメなのよ。2と4はダメ。1か3だね。それをまた分かってないね、こいつは。まあ、とりあえず蹴って倒す。蹴り殺す。いいカニ味噌が出来上がった。まあまあ問題ないんじゃないですか。内容じゃないからね。この寿命との戦いがあるから、実際問題。で、ビッグバーン。バーンを使い終えたんで、ビッグバーン。これは非常に強い技です。ダメージもガッツダウンもでかい。クリティカルもある。ただ命中がゴミ。それだけ。じゃんじゃん行くよ。ゼーランちゃん。毎度おなじみ、ゼーランちゃん。こいつもね、キックの使い込みの肥やし、そしてタッチの使い込みの肥やしになっているよ。インフェルノ打ってほしくないんだよね。ガッツ補正が減るから。こいつガッツ遅いから、しっかりガッツ貯めて、このキックに耐えてほしいのよ。高いガッツ補正を。身につけて。バカだから撃っちゃうの、こいつ。ほら、蹴りでこんなに入るんだよ。G
ジーニアの華奢なおみ足でこんなにやられてることを恥ずかしく思った方がいい。20年もでかい顔して四大大会に居座ってんだから、これ恥じた方がいいよ。ってことで蹴り殺したところで、もう左は見なくていい。右下の写真を見てほしい。初代ミント超可愛いでしょ。海岸かな、浜辺かな、佇む彼女、このバックとの色合いもマッチしてんだよ。非常によろしい。趣大いにありけるよ。よろしい。ほんとね、見てほしい。みんなを見てほしい。初代のピクシー種のイラストはかなり凝ってる。ぜひ見てほしい。2のね、イラスト、ちょっと微妙なんだよな、俺の中では。このピクシー種のね、イラストに関しては。かっこよく写そうとしてんのよ。かっこよさじゃないの。可愛さとセクシーさよ。醸し出してるね、初代は。初代、なんだこれ。グラビア監修のおっさんがやってんのかもしれない。決めてるのかもしれない。その可能性がある。明確に違う。気合の入り方が違うもん。羽をね、羽をこうちゃんと見せてんだよね。このイラストは。この辺も、やはりよろしい。非常によろしい。よろしいしか言ってない。で左の画面ではドルガドの股間を蹴り続けてる。ひたすら金敵を繰り返してた。これはよろしくないかもしれない。こっちはよろしくないかもしれない。来ました、シアラちゃん。これは見物じゃないか。クンズホグレズが見られるぞ。女二人。少女セクトが今、再び幕を上げる。ハイタッチをしていく。タッチに切り替えた。こいつ分かってる。ひたすらタッチしていく。右手で左胸を。これは消されるかもしれない。消えたらごめん。あら、蹴ってきた。しかし避ける。あら、蹴ってきた。痛い。スネをやられた。弁慶の泣きどころ。くるくると回る。バンやってきたな。いいね。こうやって一気にガッツ吐いてほしい。さ、まだ。お、再びタッチ。おい、なんだ、避けたぞ。これは見てられるな。この距離感よ。離れちゃダメ。ユーザーが怒る。ひたすらタッチし続ける。終わりました。夢の時間が終わりました。お客様、時間いっぱいです。ありがとうございました。延長はございません。まあ、こんな感じでね、難なくクリアしたよ。で、リフレッシュを覚えていった。まあ、すでにみんなはリフレッシュしたと思うけど、彼女にもリフレッシュを与えてあげて。リフレッシュを覚えに行った。ここ!これ見てほしい。衝撃映像あるから。ちょっとね、最後まで見てほしい。ラブレス戦。ラブレス戦で衝撃映像が流れる。本当に見てほしい。俺が正直、ビビったね。このゲームで初めてビビったかもしれない。鳥肌が立った。怖かった。こんなことあんのっていう。バグじゃないかなって思うからおかしなことが起こったから、ぜひ見てほしい。その前に、骨を触ろう。接骨院かな?整体師かな?ひたすら、骨を触り続ける彼女。違法マッサージ店かもしれない。手つきがおかしいもん。マッサージじゃないもん。バチャーン。結構使い込めるね、やっぱり。何かを出そうとしてるな、技を。何を出そうとしてるんだ。ギガレーか、ビッグバンか。ビッグバンでした。まあ、こうやってね、技も見せていこう。せっかく覚えたから。強すぎない？非常に強いね。やっぱビッグバン強いな。カーマインさん、まあ最初さえ避ければ大丈夫だし、仮に当たっても大丈夫よ。こんだけ賢さ高ければ。おまけに撃ってこないっていう。こいつ勝つ気ねえな。ひょっとして、勝つ気ねえな、お前。またしてもタッチ。優しくタッチしていく。この足の付け根らへんかな。体があったらこれ。いいとこタッチしていくね。これはガサ入れ入るぞ。ガサ入れ入ってモザイク入るぞ。カーマインも逮捕だな。余裕を見せていく。
意味不明、意味不明したぞこいつ。初めて見たかもしれない、カーマインの意味不明。お、結構果敢に攻めてくるな。さあ次は何で倒すのか。ギガレーか。ついに、お、ギガレーだ。かっこよすぎ。しかし弱い。ギガレーかっこいいね。まあ無事勝利。次を見といて。ほんとびっくりしたから。怖いんだよ、こいつ。俺ほんと、怖くなったもん。まずジバシ。で、これで、ね、やられる。さあ、どうしよう。まあ、とりあえず、タッチを使い込みたい。5回ほど。5回ほどまず撃つ。接近して。まあ、ここまでは何も問題ない。通常通り、シミュレーション通りの戦いよ。ほんで、まあ、次何で倒そうかなと俺考えるわけ。それしか考えてないから。もう負けると思ってないからね。まだ使うね。結構。思ってたよりタッチを使い込んで。でもダッシュ蹴りくんのよ。こっからよ。ずっとダッシュ蹴りくんのこれ。やばくない？まだくんのよ。まだくんの。こいつやべえんだよ。これ初めてだよ。こんなの。で、リフレッシュ。これで回復すんの。この回復技がまともに生きたのも初めて。おまけぐらいにしか持ってなかったから。で、まだダッシュ蹴りくんの。もう一回。これやばくない？こいつ。どんだけダッシュしてんだよ。高校球児か。ダッシュしまくってんだよな。こんなの初めて。これ何？こんなことあんの？これ。これ往々にしてあることなの。俺が知らないだけ。かなりビビってたからね、この時。はい。M1 グランプリ。恐怖映像はさておき、漫才を見よう。M1 グランプリ。またしてもドルーガード。まあ、正直、このタッチとキックを使い込んでたけど、その上位技を覚えられるかどうかはこの段階では確証はない。かなりギリギリになるであろうから、とりあえず使い込んでるって感じ。お腹を優しく触るね。まだ触る。お、腹で返してきた。ありがとう。舐めてんな、こいつ。余裕見せてきたぞ。まだ触る。まあ、こいつの触ってる話はいいよ。またしても右下を見てほしい。初代リーフ。どう思う？これ見て。どこに目が行く？そう、ケツだよな。分かってんだよ、これ。下半分しか見てねえから。こんなことしてくんだよ。これ今のゲームじゃもうセロ入っちゃうから。完全に全年齢ではなくなる。この瞬間全年齢ではなくなるから。初代はね、やばい。非常にやばい。当時の小中学生が俺は不憫でならない。純粋にモンスターを育てようとしてるのにこんなもの見せられちゃおかしくなっちゃうもん。いやー、いいね。しまってんね。やっぱケツがだるんってなってない。若いのかな。若いケツはいいよね。たるんじゃうとちょっと見るに耐えない。あんまこういう話してると本当に怒られそうだからやめとこう。ルージュ戦、まあ大したことないね。もう何やったって食らわないから。まあ、まず当たんねえから。使い込み終わった感じかな。タッチ打ってないってことは。結構入るね、ギガレ。クリティカルなしで。意外と入った。やっぱガッツ補正が効いてるね。こうやって見ると、ガッツ補正が、めちゃめちゃ大事っていうのはよくわかるよな。こっち溜めて相手減らすだけで、同じ技とは思えないぐらい差が出るから。アスターンドちゃん。まあ、負ける要素なしと。いつも通り。何で倒すのか。当たんねえよ。ビッグバン好きだね。かっこいいんだよ、これ。アングルもかっこいいでしょ。えい。死んじゃった。死んじゃったよ。かわいそうに。デコピンしただけ、こいつ。何がしたかったのかな。無事優勝。順調だね。そのままシルバー杯。ようやくシルバー杯。この辺で寿命が結構きついのがわかるんじゃないかな。このタイミングに来るってことは。まあ、敵は大したことないからね、いつも通り。ということで、右下。初代プリズムシャドウ。初代はこうやってクリスタルの中に入ってんの。
で本当に誕生させてもこの状態で出てくるから結構面白かった。なかなか効いてるでしょ、キャラが効いてるでしょ。なのに今作はないのよ、このガラスが、クリスタルがないの。これ容量食うからかな、削減されたんだろうね。基本的に初代はいろんなものを削減されてるからね、製造所もそうだけど、ライガー、サブライガーの角とか、角丸の角もないし、パルスコーンの角もないし、角は基本的になくなってるね。うん、前作からいるモンスターのね、角は。今作のはいるのかな、あのグジラの、なんだっけあいつ、グジコーンだっけ、あれは確か角生えてたよね。あの辺に容量持ってかれたんだろうな、多分。かわいそうに。古いやつも大事にしていけよ。で、ここで、張り手とハイキック、使い込みが終わったんで、なんとかいけそうなんで、習得に行きました。まあ、別に、いらないっちゃいらないけど、まあ、覚えたいよね。力せっかく上げてるし。レジェンドカップ、ラスボスだけど、見てほしいのは左じゃない。右下。ラベンダーキール。やばいでしょ、こいつ。これは本当にやばい。もうバンだよ。今じゃ無理だね。今じゃ無理。今作、この2でも、エロいんだけど、写真は。いや、こっちの方がエロい。何ってね、この股をね、足で隠してるあたりがね、グラビアなんだよ。グラビアの監修が入ってる、これは。間違いない。恐ろしいことしてくるよ、テクモ。まあ、そらね、父売れ格闘ゲーム作るようなところだから、この辺は造作もないことなんだろうな。まあ、この辺にしておこう。で、張り手とハイキックを、とりあえず見せていくというコンセプトで、もう張り手は使い終わって、今はハイキックも使い終わった。あとは、ショスだけ。この、腐った桜餅を三角コーナーにぶち込むだけ。ビッグバンが当たり、ショス。これね、7回ぐらいやり直したよ。どれもしけた判定勝ちで終わったから、7回ぐらい映像を気にして撮り直した。最後ぐらい綺麗に勝ちたいからね。滑り込みで投げキス間に合いました。ただ試合で使う機会がなかったんで、ここに映像を載せておく。3回ほど美女がウサギをたぶらかすシーンを載せておく。これで最後、はい、育成終わりました。それでは最終ステータスを見ていこうと思います。こうなりました。力賢さ命中回避はレベル20、ライフは871で丈夫さは581。回避型の両刀型、非常に綺麗にできたんじゃないかなと思います。なかなか強いんじゃない、体型は普通で、性格は激酔いのままです。悪にする余裕はなかった。技はこんな感じ、いい感じですね。覚えたかった技はまあまあ一通り覚えられたんで、寿命きつかったけどなんとか滑り込みでいけたし、まあ本当言うともうちょっとラインナップは変えたかったとこはあるんだけど、でも満足です。とりあえず大満足です。ここまでできたのはかなり傑作ができたんじゃないかなと自分の中では思ってる。やりごたえは満タンでした。それでは殿堂入り見ていきましょう。技はもちろんいつもの容量であれだね。かわいい。何やってんのこれ。カメハメハ？覇者の講談か？かわいいね。そう、バンですね。まあ、バン使い込んでたから。背中もいいね。非常によろしい。この殿堂入りは何分でも見ていられる。はい、ということで、今回の動画はここで終わろうと思います。ありがとうございました。もしよろしければ次回も見てください。さよなら。